松坂先生は実家が農家で、中学の時は田植え姫と呼ばれており、実家の商品にも田植え姫とデカデカと書かれていたことがあった。祖母の代から受け継いで、ぬか漬けをつけてうん十年、ぬか漬けの梅ちゃんと呼ばれていたことも勝手に自白することがあった。掘りというのにとても根気のいる自然薯も、自然薯掘りの梅ちゃんなら見事取り出すことができた。子供たちが楽しみにしていた幼稚園の餅つき大会の日、もち米じゃなくて普通の米を用意してしまいお餅ができなくなるが、梅さんのアイデアのおかげで、美味しい五平餅にありつくことができた。そんな梅さんは自称、六本木生まれ六本木育ちである。